じゃあ今日もお願いします。よろしくお願いします。ね、今日も、ちょっと話題になって、うん、結構ね、すぐ終わるかと思ったら長引いてるんですね、これ。いただき女子、これね、一概にね、なんかね、どうなんだろうなっていうのが、でその、払ってしまってそっちもどうなのかなっていうのがあって、あ、個人的に元凶を作ったのは、まあ、そう、払っちゃう大人がそうってことですよね。この目線で話してる動画ないのね、いただき女子、うん、みんないただき女子が悪い、ポストも凶暴した、こいつら悪だ、ダメだっていう、うん、動画はいっぱいあるんだけど、うん、逆目線の動画がなくて、もなかちゃんだったらもしかしたら分かってくれるんじゃないかなと思って今日聞いてます。原因は全員にあるんじゃないかなっていう、この場合、はいはいはい、だってさ、経験あるんだけど、すげえ怒ってくれた先輩がいて、うん、それで自分はその先輩に対して先輩が求めるお返しができなかったら、うん、おめえあんなに奢ってやったのによって言われたことがあって、うん、だからお金出した方ってやっぱ見返り求めるじゃん、絶対に求める、人間の差がです。そうだ、これってどこなのかなって正直ね、うんうん、で、ももかちゃんはぶっちゃけある、うん、現金を外でもらったり、外でもらう？そう、外ではないね。だからお店でキャバ嬢としていただいてるわけでしょ。いただきました。ね、でもこれいただき女子じゃないじゃない、うん、でもこれってサービスがちゃんと伴ってるし、そういう場所ですよってやってるから。なんだよ。でもなんかやっぱりこう、お客様にお金を使っていただく上で嘘ついたことは何度もある。そう、学歴詐称してみたりとか。ちなみに詐称するパターンは、なんかそのなんていうのかな、大学でキャバクラ嬢ですって言うと、大学でバイトなんなのキャバクラって言うと、みんなにえっていう時代だったの。まだうちがキャバクラ嬢始めた時代っていうの。それ何の絵なの？いや、汚いみたいな。誰が汚いの？キャバクラ嬢っていうものが、それこそ、まあ、キャバクラで働いてるって公言してる女の子はみんなから避けられてて、っていう時代だった。なるほど。うちの時はね。ただキャバクラの箱の中で大学行ってるんだよねって言うと、すっごいってなるわけ。もう珍しい子見つけたみたいな、うん、で、うちはマーチのとある大学って嘘ついてたね。なるほど、大学生をやってたんだね。あ、大学生は嘘じゃない。嘘じゃない。嘘じゃない。あ、じゃあ行ってる学校はちょっと、行ってる学校は嘘ついちゃった。もっとすげえってなるから。うん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 、いい大学って嘘ついたことによって多少売り上げは上がってるはずだから、嘘に対しての上乗せの売り上げって絶対あったはず。でもそれって悪いことではないの。だってまず現実でも嘘ついちゃってるからさ。じゃあ芸能人とかどうなんですか、年齢も嘘ついてたりとか。あ、うちも年齢嘘ついてたでしょ。だから芸能人どうなんですか、うん、それで。でもキャバクラではうちはたまたまなかったけど、借金があるからお金に困ってるからお店でお金使ってほしいとか、やっぱ裏っ引きしてる子とかも見たこと今まで何回もあって。裏っ引きっていうのはお店の外でお金を、外でまさにそれいただくって感じだよね。いただく、もう全裏っ引き。お店には入れないよね、うん、パーセンテージ入れない。で、でそれでそういう風にもらってる子もいたし、お店でそういう嘘をついてもらってる子もいた。要はなんか学費が、あー、ちょっと困ってる女子。そう、学費が払えないって言って嘘ついて、だからそれ、なんかあんま変わんないのかなって。いや、だからそうするとさ、だから結局聞くんだよ、お店に来てるさ、結構お店でもお金使うお客さんだからさ、俺はでもそのちょっとピー入れてほしいんですけど、うん、じゃあ学費だって払ってるんだ。えって言ってないですよって。タクで初めて聞く話が炸裂するんだ。へえ、それちょっと逆におもろいね。のかちゃん的にはどう思う、今回のそのいただき女子のね、うん、事件が起きて、
結構騒がれてますけど、まあそのマニュアルを売っちゃったっていうことで逮捕されてるんだったら詐欺だと思うけど、うん、ぶっちゃけそのパパ活だってさ、うん、みんな買ってる方もね問題ありだからね。そう買ってる方も問題あるし、やっぱりちょっとやっぱ見せしめの要素強いかなと思うけど、でも何とも言えないよ。だから結局そういうふうにあのお金と権力を振りかざしてね、女の子やっぱねそういうふうにお金出すっていう、別に多分借金だって嘘つかなくても出す人は出してたと思うから、どこの嘘だったら許されたんだろうな、逆に。なんかそっちの方が気になる。何だったら詐欺に引っかかんなかったんだろうっていう方が興味が一応あるかも。だからこれって難しいよね、うん、今後これをさ、どうにかしようってしていく、だから法律作りにしても何にしてもさ、うん、だって個人間でもね、お金借りるために嘘つく人いっぱいいるじゃない。いや、うちだって、いや、そしたら全員訴えていいですかって話全員捕まえてくださいっていう。そうだよね、だから犯罪で得たお金だっていうのを知ってて使ってその女の人まで逮捕されたって、でも逆ってなかったよね。そうなの。だからこれびっくりした、特殊な、ちょっとねこれは難しいもん、ね、なんかホストクラブがちょっとあの変わる分岐点に今いるのかなっていう。ああ、そうだね、キャバクラ売りかけないしね、うん、うん、ちょっとまあほんと変わる分岐点かもね。ちょっとね、今日は深い問題になりましたけど、最終的にはね、合法なところでお金使うのが一番安全ですという形になりましたね。そうですね、皆さん、今回の桜井ののか渚理恵いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、難しい問題ではあったんですけれども、まあ、キャバクラ嬢に好かれたい、ホストさんに好かれたい人はね、お金使えばね、まあ、ある程度こう好いてもらえたりとか、まあ、それを仕事としてあのやってるのでね、あの好いてもらえるんですけど、お店の一歩外出た、またお店とはホスト、キャバクラと関係ないところで言ったら、やっぱりこうお金じゃないところでね、あの人として人間力高めて、あの人に好かれる努力をしてね、あの本当の、まあ、愛を、気づきを、絆を深めていってほしいかなと思います。まあ、私もね、いろいろあって人に言える立場じゃないんですけど今回皆さんご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。桜井ののかでした。じゃあねー。